カウントダウン TV 動画をご覧の皆さん、こんにちは。ジェネレーションズです。5月6日月曜夜6時30分からカウントダウン TV ライブライブ2時間半スペシャルに出演させていただきます。熱いステージを皆さんにお届けしますのでお楽しみに。ありがとうございます。ということで、番組から質問が届いてます。お過去に見た変な夢は、なんか変な夢、変な夢あるかな。俺じゃないんだけど、ハヤトがなんか夢でメンさんが大暴れして勝てなかったみたいな夢みたいな。それ現実じゃなくて現実と夢の境目ぐらいなんですよ。なんか誰かそう思ったことない気がする。現実と夢の境目ってどこ？うん、もうあ、いろいろあるじゃない。やっぱお酒いっぱい飲むとさ、現実か夢か分かんないから。いや、それは現実だから。じゃあ現実は現実だよ。夢だったような気もするよ。いや、あの現実でも勝てねえだろって俺思う。じゃあ夢なの。無理だね。どこだろうと、しませんけど。変だよね、やっぱね。それなんかまだ人生で飲んだ美味しい飲み物第4位は4位1位じゃない、4位第4位4位を聞くその心理は何なんだろう。ちょうどなんか一番じゃないから行ってきます。せっかくだから、せっかくだから、この間飲みました、第4位、はい、あのフィリピンに行った時にローカルな街を散歩してる時に見つけた、はい、すごい黄緑色をしたあの袋に入ってるジュース。あ、なんかあるね。ストロー刺さってて、そう、ストロー刺さってて、すっごい黄緑色なの。甘くて美味しい。なんか4位、何かは分かんない。4位な、4位ぐらいか。ちょうどいい。これなんかちょっとむずいな。4位ぐらい、4位ぐらい。会社のすぐ横にあるインドカレー屋のマンゴーラッシュ。それで言ったら僕の第2位マンゴーラッシュ。めっちゃそう。あれちょうど4位、あれ4位ぐらいじゃん。あれ4位、うまい、うまい。あんまお店言わないでください。あのうち4位なんだって。全然言わないですけど、会社の4位なんだって。中目黒。いっぱいある。とある、とある。あのお店に言うと、マンゴーラッシーがね。マンゴーラッシーが4位ぐらい、やっぱ飲みたいなって思うぐらい。ラッシーに近いので言うと、僕はもうパッて聞いて4位かって思ったのは、乳酸菌飲料です。あー、だいたい。まあ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 、確かに。だけど、4位ぐらい。まあそうだね。一番では。わからなかった。僕はプロテインのキウイやね。味なんて味で、それはでもプロテインで1位でいいじゃないか。それあるプロテイン4位ぐらい。キウイは第4位でしたね。あ、そうなの。キウイやね。レオは？俺は炭酸。炭酸、無味、無味の炭酸系。あ、もう全然4位。そう、俺ね、意外と炭酸、いや、でも確かに飲んでる、好きなんだけど、いっぱいは飲めないから。レオの中で炭酸の飲み物全部一緒なんだ。炭酸お腹いっぱいになっちゃう。ジャンル炭酸、ジャンル炭酸、炭酸系のもの。まあ、もう4。さあ、メンディさん。ラジ、メンディさん。僕、だいぶここだったから、なんかアラン君が一時期なんかその果物とか野菜とかをなんかギューってやってあのジュースを作るの。ゴールドプレスジュース。ゴールドプレスジュース。俺が素手でやってたでしょ。そのアラン君が素手で作ったゴールドプレスジュース。第4位。4位なの。第4位です。ライブ、ライブアランプレスでしょ。やめんだよ。ライブ終わりの。ライブ終わりで。汗だくだけで。もうジャジャミたんですよ。塩分。さて、今回僕たちはですね、さて、今回僕たちジェネレーションズはアゲハとエバーグリーンの2曲メドレーを披露させていただきます。ありがとうございます。いやー、まあアゲハという、まあ、僕たちジェネレーションズの、まあ、本当に多くの方に知っていただいた、1曲もありますし、そしてエバーグリーンは本当にジェネレーションズの青春感を抱える、すごくファンの方との思い出の1曲でもありますので、このメドレー楽しみにしていただけたらなと思います。はい、まあそうですね、アゲハもエバーグリーンも本当に何回もねライブとかでやったんだろうという、自分たちも、ね、どれぐらいやったのか定かではないんですけども、まあ、今回7人での、アゲハそして番組は、最後になりますので、まあ、噛み締めながら、はい、13年の思いをね胸に抱きながら楽しみながらお伝えしたいと思っております。さあ、カウントダウン TV ライブライブは5月6日月曜夜6時30分からです。以上、ジェネレーションでした。